体にですね、ここは1日21トンの水が湧くぐらいの水量がありまして、本村でもかなり水が多く湧くようになったというふうに言われています。でその水の大切さを感じてもらうために、今その涼しさを、こちらですね、休憩所として、町民の方がご案内する場所、そして多くの方、郊外から訪れる方に、長島の風と海を感じてもらって、それを長島の方がご案内する、そういう場所になっています。で今夜はですね、天明の今から200年ぐらいに、約200年になるというのだと言われています。